1930年1月3日は、明治、大正期の気象学者。第3代中央気象台大長。気象事業の整備や、科学的な気象学の育成に尽力。日本の理科教育にも貢献した。長州藩士、中村久米吉の長男として、長戸国萩で生まれる。少年の頃、松下孫塾に学ぶ。 1871年上京し、大学南校を経て1879年、東京大学物理学科を卒業、内務省地理局測量科に入る。1886年から1889年に、ドイツに留学。ベルリン大学、ハンブルク海洋気象台で、気象学を収める。1890年に、中央気象台技師となる。 1893年にシカゴで開かれた万国博覧会に出品するため英語でザクライメイト・オブ・ジャパン日本の気候を執筆。この論文により1902年2月10日に理学博士となった。1895年に中央気象台大長に就任1923年まで務めた。1908年11月28日には 帝国学士委員会委員に選任された。公務の傍ら、1881年には、寺尾久志、和田裕次らとともに、東京物理講習所の設立に携わり、寺尾久志の公認として1896年から、同校の校長となり、1930年に、脳一血で死去するまで在職、日本の理科教育にも大きく貢献した。 エスペラント及びメートル法の普及に尽力した功績も大きい。財団法人日本エスペラント学会の初代理事長を1926年から1930年に務めた。玉霊園に眠る。ありがとうございます。